どうも、最近いつにも増してセブンナイツが楽しい、セブンナイツ大好きおじさんルールカです。こんばんは。今日も、アリーナ実況やっていきますよ。はい。で、最近はね、レイドがもうほんと楽しくてしょうがないですね。まあ、自分のパーティーは特に育ってはいないんですけど、レイド、今こうやってあるじゃないですか。これをまあバンバン参加して、マジークとかは育ってないけど、そのルーリーとかエースとかは育てて、結果スコアが伸びてるっていうところがあってね。まあ、それが、なんかちょっと楽しいんですよね。で、今までよりもこう、素材を集められる数が増えてきて、あと強いフレンドが増えたっていうのも、やっぱり大きい要因だと思うんですよね。だから、高レベルの、レイドドラゴンの、情報が増えてきて、まあ、1回に集まる量っていうのが増えてきてるんですよね。だから100で結構作ってたんですけど、また500ずつ貯めて、敏捷とヒットポイント装備狙っていこうかなっていうふうに思ってます。はい、余談は、まあ、こんなもんにしておいて、バトルアリーナいきたいと思います。はい。新しい週始まりましたね。最初、朝一でやって、5連勝しました。で、上位ランカーの方はもうだいぶソルとか、ジャックオーとか編成してる方増えましたね。うん。やっぱソルもね、育てきればやっぱり相当強いですからね。今、やっぱり暴走っていうね、パッシブを持ってるキャラがソルしかいないんでね。グローバル版にはいるみたいですよね。そういうパッシブ持ってるキャラ。自分が、やってるグローバル版の、セブンナイツのキャラの中には、まあ一人いるんですけど、まあ、そいつ強いっすね、やっぱり。そいつだけで結構クリアできちゃう感じはありますね。はい。じゃあ早速やっていきましょう。じゃあ今3764なんでね、サクサクっと、上がっていきたいと思います。パーティーは、こちらですね。ルリがね、新しくもう1体手に入ったので、ルリがとうとう金カードになれますね。なかなかに時間かかりました。前回のアリーナの報酬でね、得た、ルビーでね、引いてった感じです。で、エースはね、エース降臨、今日夜、22時からエース降臨くんで、そこでなんとか1体ゲットしたいところですけどね。でそこで、38までレベル上げたいと思ってます。ジェイブはね、前回のセブンナイツ、28日目のね、セブンナイツ交換券、スパイクが出ちゃったんで、ジェイブ出なかったんでね。ジェイブも、このまま行くと、ちょっとパーティーから外れる可能性も、ちょっと出てきてますね。はい。であとは、今育てたいなと思ってるのはアリスですかね。アリスも結構出たんでね。はい。育てたいなと思っております。あと、エスパールもね。はい。じゃあ、早速、読んでいきましょう。挑戦する。挑戦してるか ?3764 の方、対戦よろしくしまーす。封炎か。前衛にブラックローズとルリって珍しい配置のようですけどな。さよなら。ちょっとまだ封印がやっぱり育ちきってないせいか弱かったですね。対戦ありがとうございました。えい。じゃあ次行きまーす。よっと。3764の方、対戦よろしくお願いしまーす。ベリカか。でもレベルが、あれなんで、ちょっと負けることはなさそうですね。死んでみる。ほらほらほら。
エルギーが落ちましたね。ガレースは押さないです。これで終わりですか。対戦ありがとうございました。やっぱりまだ前半だから結構ねサクサクと進みますね。まだビギナーってついてるしね。補正かかってますよねこれ。3764の方、対戦よろしくお願いします。ちょっと強めの方、レベルは40だけど、あれなのかな、装備拡張がされてないのかな、まだ解除されちゃった。ルリの動き出し次第だな、あとは。あ、感電車。スパード押した。攻撃。ニアが。まあ、これで終わりか。あ、残った。対戦ありがとうございました。さあ続いて4試合目、カメハメハさん、対戦よろしくお願いします。ブラックローズ、アラゴン、エース、ミヤか。面倒。向こうのが敏捷高かったんですね、総合値。そうね、ニアの動きは止めとくと楽だね。死んでみる。ほらほらほら。これで終わりだ。やったか。これでまあやられちゃうかな。耐えた。やられた。終わるわけには。OK、あと2話だけ。OK、対戦ありがとうございました。さあ、5試合目ですね。もうすごいな、もう4998までいってる人いるね。早い。3832の方、対戦よろしくお願いします。あー、ノエルがいる。ノエル嫌いなんだよな。魔法タイプで物理免疫持ってたってちょっとやらしいですよね、私のようなこう物理パンにとっては。だいぶ限りですね。術式展開。こんな暗闇になったわ。
全員感電したわ。モーションとかは本当にいいっすよね。やっぱコラボキャラクターってだけあって気合入ってるのがすごい感じられる。でも気絶はする。オッケー、これでとどめとなれば。オッケー、対戦ありがとうございました。よし、3928。なんとかね、10連勝して一気に328点ね、上げることができました。で、早いとこね、マスターに戻って、修羅の国でね、どれだけ戦えるかっていうのをちょっと試していきたいなと思います。今週はね、ルリがまだ1体いるんで、ルリを1体育てたいっていうのと、あとエース降臨でエースをゲットして、エースを突したい。っていうとこですね。で、あとは、今、ジェイブ、エヴァンっていうのを気に入ってるんですけど、まあ、ジェイブを、今やってる、帰れま10で、やめられま10で、狙ってる、ラムレザルに変えられたらなって思ってます。で、もし、ジャック王であった場合は、ニアとジャック王を変えて、やってみたいなっていうふうに思っております。はい。では、今週もね、劇的な、こう変化をね、先週までと比べて劇的に変化させてちょっとやっていきたいなと思っております。目指せ500番以内。ご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。